So, what brings three guys to a cozy and chic cafe like this with amazingly tasteful and picturesque lunch made with seasonal local ingredients? Well, because we get to eat on top of a 200-year-old Edo period door. That's pretty cool, right? And of course, Kanban sideboards from old Japanese sword shops, dragon sculpture from a temple or a Japanese billionaire's house, and colorful antique Japanese plates. Everything here, they are all for sale. Today we are at the cafe of Shimamura Yoshi Shoten in Shiga Prefecture, a place where you can discover old Japanese antiques from hundreds of years ago. Since I'm in the process of renovating my own Kyomachi house, this is a great opportunity for me to find items that will match the house. じゃあちょっとここら辺をいろいろ何があるんですか。そうやな、どうしようかな。このタンスが面白いかも。これは島垣の、タンスなんですけど、一つ細工がしてあって、何かわかる？細工はそうですね、どこでハーモニカが鳴る。あー、ハーモニーすごい。で、昔は仕事がしっかりしてるから空気がこっちから流れてこっちに出るから、これを閉めるとこっちが開く。すごい、これが日本の技術。わー、あのなんか音楽になりそうです。そうです、うん、そうです。で、ここに仕込んであって、これが空気の流れで鳴るようになってる。こういうのも、あれ、今言ってた、あの昔のお酒やらを、これを持って行ってお酒を買う、はいはい、だからバラ売りっていうか瓶になかったんですよ。だからこれ持っていく。でこれだとも長浜って書いてある。あ、地名が、そう、地名が書いてある。ここら辺はなんかクラドで、はい、種類がこれがケヤキのクラド、はいはい、でこっちは栗のクラド。なるほど。でこれは杉。杉、うん、こういうのは1枚いくら？だいたい 8万円から15万円ぐらいまで。あ、多いんですか。で、こういう1枚板のケヤキがここにバンと入ってる方が値段お値打ちがある。あの、入れるよりも1枚でこういう板が入ってたり、で、金具がちょっといいものが使ってやったりすると値段は高いですね。はいはいはい、ここら、これがね、杉の、うん、一つの木をここまで全部掘り込んで、出してる、はいはい、で景色は近江八景ですね。あ、近江の、うん、近江の景色が出てる。でこれだけの細工ができるのはもうすごい価値ですね。So I found something pretty interesting. I think this is for medicine. Medicine cabinet. Very tiny. おお、中入ってる。中入ってる。何、紙？紙。おお、これはちょっと。多分もともとのやつ入れようか、うん、出てきそうな。なんか入った、うん、やばい、取れた。まだあんの？え、壊した？壊してない、壊してない壊してないよ。これいくらだろう。こっちのやつ10万円ですね。10万円ですね、うん。To a different room where they have more of a. There are just way too many stuff here, but everything here is on sale. Soroban, a huge soroban. So, ここのか、あ、じゃ看板からちょっと。看板からいろいろ聞いていいですか？はい。これが江戸時代の看板なんですけども。あ、江戸時代の。これも言っちゃっていいですか？はい、どうぞ。営業中っていう意味で、カマワン入れ。カマワン。カマワン入れ。これが、チャイムで、これ
それで叩く。おお。読み方がた。た。これが脳で、これが牛をもうって読まして、頼もう。頼もう。頼もうで、これで叩いて入る。チャイム。で、これはソロ版、うん。この、実際にこれ買われて、なんか店で使うことが多いんですかね、なんか。そうですね、お店とかにインテリアとして置かれる場合が多いですよね。ちょっと古い居酒屋さんとかやったら、面白く置けるん違うかな。なるほど。看板も大体なんか年代が書かれてるのは多いんですか？そうですね、年代が入ってるのが、何年前って言われたら困るんですけど、これ番所で安永。安永、うん、何年前ですか？誰か頭のいい人。あの、I'll look, I'll research. 安永は何年だろう、後で調べる。今日はそうな、okay. これは刀。よいしょ。おお。刀の鐔やね、こっちは。はいはい、はい。Not the sword itself, but like the, the item. はい。こっちは。わお。OK。サイヤが入ってる。すごいですね。刀の小道具。これも実際昔使ってた本。よいしょ。So these huge books、どこでこれを使われてるんですか？これは、主にこの大きさは東北の古民家の、要はいろりがあって、いろりの上に、うん、上から針でこれを釣って、でこれにこいつを引っ掛けて、これを重そう引っ掛けて、okay. でこの下に鍋を吊るす、あで鍋を食べるときに、はいはいはい、すごい。東北の方が大きい針が多い、雪深いから、結構大きい針があるので、はいはいはい、こういうでかいやつでも十分支えられる、はい、この辺につけると針が折れてる、落ちちゃうんですわお。でこれが鉄で純度 100% なんですよ。で今この船釘だけでも1本すごい値段です。どれぐらいするんですか？どうかな、例えば今取引してる船板でこれぐらいで、6000円から1万円ぐらいかな。そっか。だから1本になると逆にまた値打ちが高かったり、で景色によって値段が変わってくるんで、でこれ1本やったらやっぱり5万とか6万、でこの前はこれを15枚ぐらいベルギーの方に、ベルギーが、そうなんですか、行きましたね。上にカモイっていうものが入ってる、でここは保存座しっていう部分で、これが柱の中にズボンと入って、ここにカモイが来てて、その下に建具が入るんですけど、これがだから棟梁、棟梁の名前と、あとこっちに職人さん、4人の職人さんの名前と、でここに時代文政って書いてある。これはそのカモイの本物の柱の中に入って、でこの墨っていうのは消えないんですよね、何百年経っててもこの墨地っていうのは。それプラス仕事がしっかりしてるから、煙が入らないから、ここだけが昔の木の色で残ってる、はっきり見ますね。そう、これはすごい。The storage for all the tategu, the fitting, the glass, sliding doors, everything you will need when you want to renovate your own old house. Shimamura-san said there's about
2,000 of them here. It's kind of dark, so I can see. いや違うか。五尺七寸やから。これで測ったら。3.3 かけたら。アンティは180。私187。じゃあ180以下。以下そうぐらい。1,720かな。高重感があるのが多いのか。These are from the Kura storage house.It's like a maze. So many things here. こんなのはいいですね。あ、こういうのね、玄関戸とかね。結構若干まあ5センチ。この雪見は猫魔障子とかを僕らの言う方で言う、これは縦雪見か、こう開けるやつは、これはこう横に開くやつ、雪見障子、縦着セットか。終わらないんですよ終わらないですねYou may have already noticed, but the main business of Shimamura Yoshi Shoten is not running a cafe, nor is selling old Japanese furnitures. What they really do is dismantling old kominka houses into pieces like this bundle of wooden beams you see here. And then they rebuild the kominka house somewhere else where the buyer desires.In the next episode, we get to see the inside of Shimamura-san's kominka house, which he first dismantled and then relocated it to this current location. And the most exciting part is that we get to see the structure of a dismantled kominka that is temporarily put together and will be shipped later on and built on land of the United States. Thanks for watching and be sure to come back to check out more.